あれですか。あれは隕石じゃなかったでしょ。ええ、ただの軽石でした。いや、これはどうも。失礼します。いや、これですか。いや、これはどうも。そんなに目立ちます？目立つなんてもんじゃないわよ。ねえ、なぜこんなになったか君にだけ話したよ。友達には内緒だぜ。話は今から38時間前、つまり真夜中に始まるんだ。うん、平和な夜だった。気温も快適、湿度も快適。さすが夜更かしな東京もすやすやと眠っている夜だった。だがここに不幸な男が一人いた。1万2517匹の羊、1万2518匹の羊、1万2519匹の羊、1万2520匹の羊。くしゃねえ、起きろ。1万2523匹の羊、1万2524匹の羊。何で動けてんだ、注文だ。よし、さあ、急げ。はい、行くぞ。はい、よいしょ。何が起こったんですか、キャップ。防衛基地から連絡があった。東京上空に強烈な電波を発する物体が飛来したので警戒中、突如電波を感じなくなったという。つまり空飛ぶ円盤でも飛んできたっていうんですかね。あるいは隕石の仕業かもしれませんね。いや、それよりキャップ、現場はどこですか。パトロール中の早田君に直ちに防衛基地へ急行してもらったんだ。キャップ、こちら早田。電波の止まった位置は北緯35度43分、東経139度38分。なお詳しくは電子計算機は調べております。いやいや、東京のど真ん中じゃないですか。パリの本部から返事がありました。現在人工衛星を打ち上げている国は世界中どこにもないそうです。電子頭脳の計算が出ました。御殿山です。科学センターのある御殿山が回電波の消えた地点です。嵐君。待ってました。嵐君。は。君は優秀な科学特捜隊員だ。あ、僕もそう思っております。ただし。は。しまった。冷静に、常に冷静に。これが我々のモットーだ。よし、行きたまえ。はい、冷静に、冷静にだよ。うん、こい。あー、こわっ。おー、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 痛い、痛い、痛い。早朝の街を嵐隊員が科学センターへ急ぐ間に、羽田を飛び立ったジェット機がマッハ5の驚くべき速度で走る火の玉を見たという報告が入っていた。よし、一つやるか。うん、嵐さん、嵐さん。ん、張り切るのは結構だけど、手放し運転は困るな。お、なんだ、星野君じゃないか。いつの間に乗り込んだんだ。まともに頼んだら置いてくぶりにされちゃうからね。いや、しかしね、君、聞きたいんでしょ。こんな時間にどうして車の中に僕がいたか。いいってこと、気にしない、気にしない。閉めた。一番乗りだ。星野君、何が起こるかわからんから君はここで待ってなさい。わしはちょっと様子を見てくる。でも、うん、それじゃあ君にも特別任務を与えよう。本部との連絡を頼む。いいね。あいあいさん。よし、
科学センターに異変が起こっていると本部へ連絡してくれたまえ。異常な電波が出ている。星野君。ハヤトさん、嵐さんが中に入ったまんま何の連絡もしてこないで弱ってるんです。ん、本部からうるさいお姉ちゃんがワイワイしてくるし。星野君、こちら本部、嵐隊員からの連絡は。星野君、あれなんですよ、ハヤトさん、30秒期に呼び出されたんじゃ報告することなんてありゃしないよ。警報の中継じゃないんだから。よしよし、こちら星野、ただいまハヤト隊員到着。防衛軍に続いて建物へ向かっています。玄関まであと20メートル、19メートル、18メートル。了解了解、報告は簡単明瞭に。競馬の中継じゃないんだから。ちえ、何者だろう。星野君、手強い相手だ。一旦退却した方が良さそうだ。防衛会議が招集され、宇宙人らしいものの正体、攻撃の方法に論議が集中したが、宇宙船の所在もつかめない現状ではどうにも結論が出なかった。村松君、すると家督隊として何か策があるのかね。今のところありませんが。がというと、何か考えていることでも。は。しかし。言いたまえ。どんなことだ。彼らと話し合ってみたらどうかと考えています。何を言ってるんだ。そんな悠長なことを言ってる場合じゃありませんよ、君。真面目になろうじゃないか、村松君。真面目にそう思っているんです。しかし、奴らは君、なんか見たこともない恐ろしい武器を使ったというじゃないか。一刻も早く奴らの宇宙船を発見して攻撃を加えないと、とんでもないことになるんじゃないのかね。そう、当然そうだ。宇宙船のありばささえ確認できれば、直ちに核ミサイル、ハゲタカを撃ち込むんだが。ハゲタカで破壊できるという確信が終わりですか。もし最新兵器のハゲタカが通用しなかったら、その時はどうするんです。いや、ハゲタカは大丈夫だよ。だからこそ、まず連中の欲しいものを知り、もし与えられるものであれば与えて、そして帰ってもらうんです。そんなバカな。奴らに降伏しろというのか。そうじゃないか、君の言ってることは。今日のボルンです。会議はさらに夕刻まで続けられたが、結局これといって確実な方法は見当たらず、村松隊長の意見が一応採用された。消えて、腰キレキレて。なんて言ったの。僕、君、友達って言ったんだけどな。自信あるの。うん、それは僕は宇宙語に関してはかなり気違いさ。けど本当の宇宙人と喋った経験はないからね。行こう。え、いや、あの、もう行くんですか。宇
宙人と話し合うという重要任務を命じられた井出隊員が科学センターに向かう一方、万一に備えて最新兵器ハゲタカの発射準備が進められていた。私の合図一つでいつでもハゲタカが飛び出しますから、一つ安心してかかってください。はっ。では、スパイダーのエネルギーは大丈夫でしょうね。うん、大丈夫、満タンだ。うん、最初に現れるのはおとりだから、それは相手にしない。二人目に現れるのが本物だから、それを相手にする。そうでしたね。そう。話がこじれたら頼みますよ。こじれろと通じら大したもんだ。ごもっとも。ちょっとこっちも一緒にそこまで。じゃあ、僕は下で見張ってよ。頼みますよ。任せてくれ。いよいよ一人か。男の子だ。頑張ろう。鳥だな。二人目が本物だ。さあ、どれが本物だい。嵐君、無事だったのか。君の宇宙語は分かりにくい。だから我々はこの男の脳髄を借りて君たちの言葉を使う。君たちの天使でしょ。腹に力を入れてダメだな、僕は。君たちが地球やってきた目的は何か。我々が、君たちが地球と呼ぶ M240 惑星に来た目的は。彼らの星バルタンは、ある発狂した科学者の核実験が元で爆発してしまったのである。宇宙旅行中だった彼らは帰る場所を失い、仕方なく彼らの生存できる天体を求めて地球の近くまで来たのだ。あいにく宇宙船の重力バランスが狂い、修理をするために立ち寄ったというのであった。
では聞こう。なぜここへ着陸したのか。ここに重力バランスに必要な大オートがあったからだ。私の友人や警備員や防衛隊の人々の生命を奪ったのは。生命、わからない。生命とは何か。君たちはこれから何をするつもりなのか。我々の旅はこれで終わったのだ。地球は我々にとって住みよいところになるだろう。我々は地球に住むことにする。なんだって？なんてずうずうしい奴らだ。本当よ。いいでしょう。え？君たちがこの地球の風俗習慣に馴染み、地球の法律を守るならばそれも不可能なことではない。君たちは何名いるのか。20億3000万ほどです。おい、なんだって？我々の見えない宇宙船の中に君たちが知っているバクテリアぐらいの大きさになって眠っている。ノーマルなままでいるのは一人だけだ。キャー、話にならん。世界中の人口合わせたって22億だっていうのに。火星に住んだらどうだ。うん、火星には我々の嫌いな。どうした？なぜ黙ってる？それは言えない。おお、いいところで。まあ、なんたることを。話は終わりだ。我々は地球をもらう。おい、話しろ。大丈夫か？おい、ないんですか？スペシウムだ。スペシウム？火星にある物質はそれなんだ。地球にはないんですか？だが、あるいは彼ならば。彼？誰のことですか？
やはりスペシウム光線ですね、キャップ。全くひどい目にあったよ。そうだったな。やめてくれよ。いやー、ウルトラマンが現れるのがもう一瞬遅かったらお打物になるとこだったよ。僕はてっきり早田さんがウルトラマンかと思いましたよ。そんなバカな。そうですよね。あ、そうだったそうだった、これのことでしたね。実はあれからここへ帰ってきてベッドへ潜り込んだんですけどね。15,800羊、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 15